エドワルド・フランツェービチナ・アプラブニーク1916年11月23日は、チェコ人の指揮者、作曲家。サンクトペテルブルクのマリンスキー劇場で永年に、渡って、主席指揮者を務めたことにより有名。リムスキー・コルサコフやキュイラロシア人作曲家による、多くのオペラを初演した。14歳で孤児となったため、地元の教会でオルガンを演奏して、生計を立てるようになる。 1854年にプラハのオルガン学校に入学し、教師の温情によって学業を続けることができた。1861年にロシアから招かれ、サンクトペテルブルクでユスポフ大公の施設オーケストラの指揮者の地位を得た。1864年からロシア音楽協会の演奏会に指揮者として登場し、1869年からはミリー・バラキレフの後任として、 同音楽協会の常任指揮者及びマリンスキー劇場の主席指揮者となる。ロシアオペラ界における活躍のほかにチャイコフスキーの弦楽セレナーでの公開初演など器楽曲の指揮にも携わった。自作もオペラや舞台音楽が数多いが公共曲や還元楽曲、室内楽曲やピアノ曲もいくつか残している。1914年に健康廃して、 それ以上の活動を続けることができなくなった。また、チャイコフスキーの公共局第6番、悲壮は、ナープラブニークによる海底港が一般に使用されている。ナープラブニークの死後、家族は1917年5月に外国に去り、最終的にベルギーに落ち着いた。息子のブラディーミルは、ロシア語で、父親の評伝を執筆している。出身地である、 P7 村の学校は、今日ナプラブニークの名を掲げている。または、ナプラブニク、ナプラーブニクとも、日本語表記される。ロシア音楽辞典、河合楽器製作所、出版部、P248、エドワルド・フランツエビチ・ナーアップラブニークと、彼の同時大臣たち。ありがとうございます。